さあポールシッターに座りますゼッケン4番の酒井が真っ先にロックオン。上位4名、フロントロー4名が揃ったというところで選手紹介をいたしましょう。2013シレード TT93 ライディングスポーツカップミニバイクレース第3戦フォースロークラス決勝グリッドです。まずはポルシターゼッケン4番酒井祐介桃色吐息タイムは37秒685。2番グリッドゼッケン2番中里明典 R&D 石塚。3番グリッド84番大橋正幸ジャックポット。4番グリッドゼッケン8下前陽一 R&D 石塚。そして2列目5番グリッド73番栗林明夫ロケットキャロタンプラスネオラグーナ。以上5名が出走いたしますフォースロークラス周回数は15周で争われます。グリッドからスタートゼッケン2番の中里。さあ全ライダーがロックオン。ホームスレッド上からレッドフラッグがゆっくりと退去しようとしております。フォーストロークラス決勝まもなくスタート。それでは続いて行われます決勝レースは HRC トロフィーです。 HRC トロフィーの方は至急1コーナー手前にお集まりください。さあ優勝旗が一斉にされまして高台が一斉にスタート。中里そして酒井のオーダーで1コーナーに飛び込んでいきました。第3コーナーをクリアしてくるところでトップはやはり中里2番4番84番73 8番のオーダーで高台だ。バックスレッドを駆け抜けていきます。ポールポジションは長里一方で前に出たのはゼッケン2番、失礼ポールポジションは酒井一方で前に出たのは長里です。さあ予選タイムアタックでですね酒井が37秒685でポールポジション2番手長里は37秒749わずか本番06秒差での争いでした。さあ奥に出したところは長里続いて酒井今大会フォーストロークラス珍しくですね、トップ争いが非常に荒れそうです。さあリアタイヤを大きく滑らせてバランスを崩した64万の84万の大橋しかしながら構わずにアクセルを開け続けます。さあさらに酒井が前に出ました。酒井中里とオーダーが変わります。さあしかしですね、予選タイムアタック1周のラップタイムでは ですねほとんど差がありませんでした。トップの酒井2番手中里この後荒れてくるのではないか混戦になるのではないかと予想されますが酒井が前に出たというところでここでタイムを確認します。酒井のタイムは38秒23一方で中里は38秒739コンマ05秒ですね。これコンマ5秒ですね。コンマ5秒差がついてしまいました。酒井が逃げに入っているのかそれとも中里のペースが上がらないのか。中里のマシンやはりフロントタイヤがちょっと暴れているようですね。セクシーコーナーでこちらのマシンの挙動がおかしかったです。一方で安定した挙動を見せるのがゼッケン4番酒井のマシン。酒井のマシンはですね、NSR の2の、フレームにエイプのエンジンを積んでいるといったマシンであります。さあこの酒井が本当に終了中間酒井のタイムは37秒24一方で中里は38秒010ほとんどタイム差ありませんが中里は酒井以上のタイムを出しませんと前に出ると言いますか追いつくことができません。さあやはりセクシーコーナーアウト側でですね非常にフロントタイヤが暴れているのが、よく見て取れます。中里のマシン午前中の予選とはちょっとコンディションが変わってきたんでしょうか。現在のシライトスピードランドの路面。さあ最終コーナーを立ち上がってくるゼッケン4番酒井続いて中里この周回中里は先輩一部酒井より上回っております。中里が先輩一部酒井より上回りました。セクシーコーナーアウト側でですねインにつかないというのがこの中里のライン取りなんでしょうか。さ前を走ります酒井よりもワイドな、ライン取りで走行を重ねているように見えます。
さあトップを争います2台のマシンが最終コーナーを立ち上がり本を連れてまずは石井長里さあこの周回長里ともに自己ベストをマーク長里のタイムが37秒614これがファーストスラップになります。さあこの周回はですね、中里のマシンちゃんとセクシーコーナーアウト側のですねインをきれいにかすめていきました。最終コーナーを立ち上がってホームストレートに帰ってまいります。2台のマシンこの周回坂井はですね自己ベストをマーク37秒73。2番手中里のタイムは37秒930ということですがコンマ2秒坂井の方が勝っている形となります。しかしまあこれくらいでしたら誤差の範囲と言ってもいいかもしれません。さあソックスでワイドなライン取りを見せます赤いマシン坂井に対して中里は非常にコンパクトなライン取りをしてまいります。さあそしてアウト側からかぶせようという中里になりますが坂井はそれを許しません。この周回はやはり後方中里がコンマ1秒坂井より速いといった形。さあ第3コーナーブレーキ合戦でテールトゥーノーズの上段にまで持ち込みます。ライディングスポーツ看板前を抜けましてダンロップ系を飛び込んでいく2台のマシン。さあ最終コーナー坂井が前そして中里がすぐ後ろにつけているストレートスピードの高速です。繰り返しご案内いたします。続いて行われます決勝レースは HRC トロフィー決勝です。 HRC トロフィーにエントリーのライダーの皆様1コーナー手前ウェイティングエリアにお集まりください。ただいま周回数8勝を終えて9周目に入っております。そしてここでコントロールラインを通過したというところで10周目に入ります。決勝レースフォースロークそして中里も順でコントロールラインを通過。この周回はほぼ互角坂井中里タイム差はほとんどありません。第3コーナーアウト側からフロントタイヤを中里で坂井のアウト側に送るという中里でありますがこれはプレッシャーを与えているのでしょうか。坂井に対してのプレッシャーを与えているということなのでしょうか。ライディングスポーツ看板前さらにダノフステイと続きます。テールトゥーノーズの状態でローポイントコーナーさらに最終コーナーを立ち上がりましてまだ坂井が前です。坂井が前さあこの周回坂井38秒059長里38秒061100分の1秒差で坂井が勝っている。さあ非常にワイドなライン取りを見せます中里フロントタイヤもリアタイヤもズルズルと滑っているのが見て取れる。一方で安定した走りを見せているのが坂井と思われます。さあ坂井のタイヤもですねかなり滑ってはいるようなんですが中里の挙動に対して坂井の挙動は非常にね、スムーズといいますか穏やかであります。さあ最終コーナーを立ち上げます坂井ともに38秒台前半しかし中里この周回38秒219と、坂井よりコンマ2秒遅れます。坂井は38秒06なのとあと1歩で37秒台にタイムを入れてこようというところ。レッドカーブからソックスコーナーに入ってまいります。2台のマシン前を走ります赤いマシンが坂井そしてその後方白いマシンが中里と中里がさあちょっとコースアウトソックスカーブアウト側ですねコースアウト仕掛けました。これは大きなミスロスになります。先ほどまでコンマ3秒だったそのディファレンスがコンマ7秒まで開いてしまいました。ああやはりこの周回コンマ5秒ほどですね、中里が坂井より遅れてしまう形となっております。さあレースもですね終盤戦に入ってきたというところで痛恨のミス中里残り周回がですね3周というところで坂井に大きく水をあけられてしまいました。
一方で3番手を走りますゼッケン83番の大橋、先ほどの周回39秒164、そしてその後方下前は39秒314という形。さあ前を走るライダーたち追いつくことは できませんが、この2名の争い、2名のどちらか片方のみが表彰台に上ることができます。現在のところ大橋が最有力候補、そして大橋、下前のタイムディファレンスはおよそ2秒ほどあります。さあ酒井は38秒076、一方で中里やはりペースが落ちております。38秒498、ほんま4秒酒井から中里遅れてしまいました。酒井がコントロールラインを通過、酒井未だにペースを取られず 38秒401。さあそして周回数14周を終えたというところでファイナルラップに入ります。コートロックラス決勝、間が空きまして大橋、下前、そして栗林といったオーダー、コースロークラス決勝です。今栗林がコントロールラインを通過、トップのディファレンスは22秒046と大きく開いてしまいました。そしてコントロールライン上チェッカーフラッグが用意されまして、最終コーナーを立ち上がってくる赤いマシン、ゼッケン4番、坂井裕介が見事コースロークラス第3戦を制しました。最後の最後まで諦めず追い続けた中里ですが、一歩及ばず2番手でチェッカー、そして3番手84番の大橋、4番手8番下前と次々とチェッカーを受けます。そして最後のライダーゼッケン73番栗林がチェッカーを受けまして、オーストロークラス全てのライダーがフィニッシュラインを超えます。チェッカーフラッグを持ってのウィニングランはゼッケン4番酒井裕介。さあ開けたヘルメットのシールドからその満面の笑みがこぼれます。